名詞代名詞動詞助動詞形容詞副詞。こんにちは、田中健一です。3分学習大学受験英語基礎の基礎の時間がやってまいりました。ハゲ呼びもっと光を。今回の課題文はこちらです。英作文でも大切な重要表現を覚えてもらおうという、そんな回になります。これです。 The way SV で S が V する方法という表現です。これめちゃくちゃ便利、英作文ですっごい使います。あとは並べ替え問題とかでもよく出てくるので、ぜひ覚えてください。でなんか関係副詞がうんぬんって書いてありますけど、そこはね気にしなくて結構です。で文法問題的なことも言うと、 The way that SV とか The way in which SV でも同じような意味になります。でこの The way that SV の that は関係副詞の that でございますなんて言ったりするやつですけど、まあまあ気にするな気にするな気にするな、うん、あこんな表現があるんだなってもう丸暗記しといた方が早いですよ。何でもかんでも理解しようってのはね、あんまり賢い、感じではないですね。あの伊藤和夫、キングカズも言ってます。英語っていうのは理屈半分、慣れ半分というふうに言ってます。理屈も大事なんだけど、それだけじゃダメなの。ね、ネイティブはこんなふうに考えてるとか、ね、こう考えると分かりやすいとか、それも別にあってもいいんだけど、それだけじゃダメですよ。覚えることも語学においてはむちゃくちゃ大事ですから。で覚えることを軽視しないでください。丸暗記っていうのは悪いことではありません。何か鬼のような扱いされてますけどね、丸暗記ってのは大事ですから、このことをお願いしておきます。で今回覚えててほしいのはこの S が V する方法ってので、 The way SV、 The way that SV、 The way in which SV、 こんなのがあるよ、これを覚えてくださいね、というそういったお話です。しつこいですけれども副文やってますか？これ頭の中だけじゃダメですよ。実際に紙にまず和訳、日本語訳を書き出してみる。それで答え合わせをする。合っていたら英作文で元の英文を復元する。副文の副は復元の副です。これ必ずやってくださいね。お願いします。はい、ここから宣伝です。オンラインサロンやってます。有料ですけどどうぞご参加ください。はい、10大ドリルです。これも、もうすべて名著、自分で言うのもなんですけど、ぜひとも取り組んで、体系的に学んでください。チャンネル登録、グッドボタン、高評価のおかげで、それが励みになり、普段、日々、更新できていますので、ぜひともお願いいたします。全200回の講座、まだまだ序盤戦でございますけれども、重要表現いっぱい出てきてます、まあ、ここまでの復習またね第1回から見返してもらうのも大事かと思います、ぜひとも、しっかりと副文までしっかりと取り組んでおいてください。お疲れ様でした。また他の動画別の授業でお会いしましょう。